愛知県豊橋市で総合建設業をやっております。株式会社オノコムと言います。建設業ですので基本的に社員のほとんどが外で仕事をする状態になっていますので、社員が営業情報から工事の情報、図面、そういったものをリアルタイムに確認できるようにするために Google ワークスペースを選びました。カレンダーを利用していましたので、そのカレンダーを日報的に入力するように試したところ、リアルタイムで今何をやっている、何時までどんな作業をしたというのが把握できるようになりましたので、それを Google App スクリプトを利用して集計することによって勤怠の管理をするようになりました。図面や資料など、あと写真とか容量の大きいものをドライブに入れておけば、それが最新データでみんなが同じデータを見れる。大規模な人を扱う上では、ドライブっていうのはもう欠かせないものになっているのかなとは僕は感じます。 Google App スクリプトという開発環境を使えば、データ自体が全て Google ワークスペース上に載っていますので、自由自在に取ってこれる。大きなビッグクエリーとかですね、 Google ワークスペース自体が持っているサービスにどんどんつなげていけられますので、そういったデータを、集計することによってより正確な経営判断、営業の意思決定、そういったものに生かしていきたいと思っています。